ででーん。ということで今日は、今工事中の闇ハウスの現場に来ました。今日ね、大工さんがちょっと開けてるんで今誰もいてないんですよね。なんで、まあ、いないうちにちょっと今の現状ですね、状況を解説、したいと思います。でということでなんですけど、今日誰もいてないということで、昨日ね、ちょうど、昨日じゃないや、一昨日か、電気の配線の位置とか、なんかコンセントとかで、まあ、もうちょっとね、内容を詰めた打ち合わせを現場でお客さんとしてたんですよね。あ、ちょうど階段ついてる、階段がついてるから、まあ、これ下地ですけど階段がついてるんでちょっと上がりやすくなりました。うん、こんな感じ。ちょっとじゃあちょっと中を入ってみようかと思うんですけども、この工務店、この工務店が現場一応ね土足厳禁にしてるんですよ。だから、靴履き替えます。あの、なんで土足厳禁にしてるかっていうと、まあ普通の工事現場やったらそんなことないと思うんですけどね、内装仕上がったら、まあ、土足厳禁になったりすることもあると思うんですけど、基本的には家なんで、あのお客さんの家に土足で上がり込むっていうのはもうやめとこうみたいな感じで、土足厳禁にしてますと思います。というか、あの詳しく説明聞いたことないんですけど、ただあのやっぱりね、お客さんの家なんでね、家に上がるのはやっぱり土足で上がるのはちょっとあのちょっとおかしいんじゃないかということで、ここの工務店は、土足厳禁にしてますということで、僕上履きを持ってきてるんで、いつも置いてます。うん、今ねここが玄関入ってすぐのところがリビングで、この掃き出し窓があって、ちょうどこの外にあの縁側を作ろうと思ってるんですよね。あの縁側っていうぐらいの縁側ではないかもわかんないですけど、ただ濡れ縁を作って外に出れるようにしてます。うん、ちょっとね壁に落書きとかいっぱい、一昨日したんで、あのいろんな落書きがあるんですけど、ちょうどこういうやつ、あのキッチン、ここキッチンなんですけど、キッチンの、まあ、収まりどうしようかとか、あのどういう風にしようかっていうのをもう床に直接あのスケッチ書いて、まあ、説明、したり打ち合わせしたりしてました。こんな感じですね。うん、結構綺麗に片付いてるでしょ。そのやっぱね、掃除も毎日あの工事終わったらちゃんと掃除して、片付けして、っていうことをここの工務店さんとか大工さんとか徹底してやってくれてるんで、すごい現場綺麗なんですよね。うん、でこっち行くと洗面所もね、昨日ちょっとスケッチ、壁に落書きしてこんな感じにしようかっていうのを話してました。うん、でここお風呂ですね。お風呂の床はあの断熱材引いてますけど、うん、確かね明日、いつだったかな、来週ぐらいかなに、あの壁と、外壁ですね、外壁周りとあと屋根ですね、これ上見えるかな、屋根に断熱材を仕込んでいきます。今ね透湿防水シートを貼ってるんですけど、今回断熱材はセルロースファイバーっていう断熱材、入れるんで、吹き込んでいくような格好になるんですね。先にビニール貼って、そのビニールの穴から吹き込んでいくような感じになっていきます。ということで2階に上がります。よいしょ、2階上がって、ここもなんか、まあ、なんかこんな感じにしたいねっていう、イメージをちょっとスケッチしてました。でこれ引き出しにしようかっていうね、あのスケッチですけど、うん、で2階こんな感じ、ドーンと、これリビングですけど、あそこにサッシがついてるんですけど、これあの夢窓のサッシって言って木製のサッシなんですよね。で木製の本当に 木です、これ本当にこんな感じで、複層ガラスにしてて、これ結構大きなガラスなんですけどね、でなおかつちゃんと防火取ってます。うん、ちょっと開けてみましょうか。これ結構開き方が特殊で、
グッて回す、90度回すとこう開くんですよね。こんな感じ、こう開いて、でこれをさらにグッと回すと今度上が開くんですよね。こんな感じ、換気用ですよね。あのドレーキップっていう、まあ、窓の開き方ですね。これが木製の縦具で入れてます。こんな感じね、うん。で天井がずっと屋根の勾配なりに、で上がね床下、ちゃうわ、小屋裏収納になってるんですけど、そこに、ずっと屋根が続いていくような感じにしようかなと思ってます。でね、2階の床なんですけど、一応あのプラスターボード貼ってるんですよね。床そもそも合板貼ってるんですけど、合板の上にプラスターボードを貼って、あの1階の、まあ足音とか、まあ、極力、響かないようにするために、本当はもう1枚、重ねて貼りたいとこなんですけど、まあ今回は1枚張りということで、やってます、ガチガチになんかその遮音とか防音とかっていうのを床にしようと思うと、やっぱりね音が響くのんっていうのは、それを抑えようと思うと重量が大事になってくるんで、まあ、重量というか質量というか、で響かないようにするんですけど、まあそこまでガチガチにやるパターンもあれば、まあとりあえずね1枚貼るだけでも全然違うんですよね。こうやって今1枚貼るだけでも全然違くて、ということで1枚貼ってます。こんな感じね。で2階もそうなんですけど、昨日だからスケッチをずっとしてて、どういう風に収めるかっていうのをね、まあこんな感じでスケッチ壁に書いてます。これねもう壁に書いちゃってるから、まあ もともとそのここ塞ぐ予定やし断熱材も入れるんで、あの塞いじゃうんですけど、ただめくったら僕のスケッチが至る所に出てくる、ことにはなりますけどね。もう本当にサインみたいなもんですね、で結構なんかこう現場でスケッチしながらやり取りしてるとはかどったりもするんで、まあ、お客さんの意図をちょっと絵に描いてみたりとか、でその場で思いついたアイデアとか、そういうのも描いてみたりとかしてます。でここが吹き抜け、吹き抜けもね屋根がその一体になってて、この上にガラス入れようと思ってるんですけど、屋根がまあこれ多分ね外から、これ外なんですけどね、こっち側外からも屋根が見えてくる感じになるんですよね。多分綺麗やと思うんですよねこれ、でここ吹き抜け、この下がずっと吹き抜けになってて、で吹き抜けの下が玄関土間になる予定です。こんな感じ、でちょっとまだロフトというかその床、小屋裏収納、までは作り込んでないんで、今ね階段もまだ階段っていうか、まあ、はしごがついてないんで、ちょっともう上がらないですけど、一応最終的にはしごをつけて小屋裏収納に上がる予定ですね、こんな感じということで、今日、現場、今家作りしている現場の、闇ハウスっていう現場なんですけども、に来て、現状ちょっと紹介してみました。で、また断熱材入る時ぐらいにもう一回撮影したいなと思ってるんですけど、ちょうどねたまたま今日大工さんが、抜けてて、で他の職人さんも抜けてたんで、撮影する、ことにしました急遽で、これまた完成したら、完成するまでですね、完成するまで撮影して、家の出来上がり方とか成り立ちとかもちょっとずつ、解説したいなと思ってます。そうまたね、ちょっと新しい家作りに関しても間取りの作り方とかいう動画も、作っていきたいなと思ってるんで、また出来上がり次第また配信したいと思ってます。ということで、ビブス中野でした。ありがとうございました。
ちなみになんですけど、これ、配線出てる、配線とか配管とか出てるのは、ここにキッチンがつきます。なんで、これが、排水の配管で、ピンク色のが給湯で、水色のが水ですねっていうのがあります。でもう一本出てるこのピンク色のやつは食洗機用ですね。あと電源が床から出てます。これ2階にキッチンがあるからこんな感じですね。うん。で電気屋さんもちょっとね、電気のコンセントの位置とかいろいろ打ち合わせをして、あのダウンライトの位置とか照明の位置ですね、打ち合わせして、その位置に電気の配線がちゃんと来てると思います。これね、ちゃんと決めてあげないと、高さとかね、あのコンセントの位置とか、決めてあげないと配線ができないので、お客さんと一緒にどこに配線するかっていうのを現場で打ち合わせしました。ということで1階に戻って、今からまたちょっとお客さんと打ち合わせをして、まだ決まってないところをいろいろ決めていこうと思います。よいしょ。まだちょっと現場いてるんですけど、今ちょっと材料の色をどうしようか考えてます。これがこの木、この木のフローリングなんですけど、これあのヒノキなんですよね。ヒノキのフローリング、むっちゃ綺麗なフローリングなんですけど、まあ、これベースにここ畳にしようと思ってて、畳表の色をどうしようかなっていうので今ちょっと悩んでるところですね。それと天井なんですけど、天井もね、木を張ろうと思ってて、で今どんな色の、まあ、木にね塗装するかなっていうのでちょっと考えてます。このグレーのやつが、まあ、オスモのグレー、オスモのカラーのグレーのやつですね、なんですけど、うん、ちょっと今こんな感じで悩んでます。